はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではサージンゴーラ、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、イスタンの町から、このイルクバハルの城までやってきまして、で、いろいろね、まあ、話を聞いて回ったところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、先生のテグリスがね、この先にある、この遺跡に向かったということなので、その子の遺跡にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ムーとフランがレベル13まで、上がっております。ではその子の遺跡に行ってみましょう。ここですね。テグリス様、どうなさったのです？お、フランではないか。フラン、手を貸してくれぬか。まだ大きにならぬ方がよろしいのではありませんか。大丈夫じゃ、頼む。はい、では。まあ大丈夫そうですね。この呪法典を魔物の手から守るつもりだったのじゃが、やられてこのざまじゃ。それよりフラン、わざわざこんなところへ参るからには何事があったのじゃな。はい、実は、ラミがサムニバルという魔物にさらわれてしまいました。なんじゃと？おや？フラン、この少年は？サギルの砦の兵士を救出されたムードノと申されます。フーム。そなたは天命を受けているようじゃ、何か光を感じる。ムードノ、突然のことじゃが。わしの頼みを聞いてくれぬか？どうしましょうかね。いいえ、そなたにしかできぬことじゃ。わしの頼みを聞いてくれぬか。話が進みませんね。呪法典は200年も前に遺跡に納められたものだというから詳しいことはわからぬが、凄まじいほどの力を放つ古代呪法の源をなすものであるらしいのじゃ。あ、そうですか。しかし、それをなぜに魔物どもが狙っているのか。ムードノ、頼む。この遺跡に収められている呪法典を手に入れてくだされ。はい。情けない話じゃが、わしの年老いた力では魔物どもと戦うことはできぬ。フラン、分かってくれ。今はラミのことよりも、この呪法典を守る方が大切なことなのじゃ。わかりました。まあ、ちょっと、言いたいことがあるみたいですね。ムードノと一緒に命を懸けて呪法典を守ります。ですからテグリス様はすぐに城にお戻りになって傷をお直しください。すまぬ。ムードノ、よろしくお願いしますぞ。あ、しょうがないですね。足が速い。また誰かいますね。待ちなさい。ここで何をしているのです？なんか呪法典をね、まあ、取りに来たんですけれど、見たところ魔物どもの手先ではなさそうですね。盗人たちを遠ざけるため、ここの場所にはたくさんの罠が仕掛けてあります。悪いことは言いません。もしも命が惜しいのなら、すぐに立ち去ることです。キャー。怒っちゃいましたね。おや、あの女の人がいませんね。ここに落ちて動けるようなら心配はいらないでしょう。意外に軽いですね。しかし、あの人は一体何がしたかったのでしょうか。本当ですね。鉄の杖。鉄の杖は、ムーの装備品かな。鉄の杖。からまずはここから出ましょう。ここのベッドルームは使えますが、まあ、泊まることはないでしょう。こっちかな。お、宝箱。サーレの呪法を手に入れた。サーレとは、この
防御呪法です。石の盾で味方一体を防御します。なるほど。あら、戦闘。まあ、この敵ならば殴って倒せるかな。どうでしょう。うん、無でも一撃ですね。そしたら、レバーがありますね。これで、一旦戻る感じかな。今度は、まあ、とりあえず、まあ、ナムルを撃っときますか。間に合うかな。こっちの方が早かったかな。当たらない。よし、あ、ここにも落とし穴ですね。割と面倒な感じですね。あ、ここも。これで抜けられたかなと思ったら、また落とし穴がありましたね。これで大丈夫かな。ここは普通の道かな。まあ、一応ナムルを打っておきます。手前の敵は OK で、無効化しまして、よし。ここは一本道かな。お、また戦闘。この組み合わせばっかりですね。そっか、手前にいるやつは護衛をしてるのか。ベシアル。あら、ダルム攻撃。いて、ムーも攻撃。よし、あとは普通に殴ってれば倒せるでしょう。で、こっちかな。また戦闘。また同じですね。これでいけるかな。
ちょっと扉に入る前に回復しときますか。大丈夫かな。まあ、一応満タンにしておきましょう。またなんか怪しいのがいますね。呪法典。こっちに行為。ん？誰だ貴様。お、俺様の邪魔をする奴は許さんじょなんかあんまり頭は良くなさそうですね。とりあえず講師道をかけておかないとまずいかな。それでまあカウンターは OK。 そしたら窓かな。手前にいるやつも何気に硬いですね。前に出てきたぞ。よし。バドだとどのくらいのダメージだろう。125。置いた方がいいかな。これでどのぐらいのダメージか。99、まあ、100ぐらいか。サングバランを連発した方がいいかな。とりあえず回復しときましょう。ボリテギを、まあ一応フランかな。取れないぞ。これか。この宝典を手に入れた。
この宝典は、貴重品に入ってるのかな？あったあった。まあ、ただ説明は読めませんね。で、こっから帰りましょう。ではお城に戻りますか。こっちかな。まずは王様に報告しましょう。ムードの魔物どもからこの呪法典を守っていただいたそうで、誠に片付けない。先生テグリスはこの呪法典をムードのに預けると先ほど申しておりました。あ、そうですか。呪法典は我らにとって力の象徴です。どうか大切に。はい。王様、大変でございます。何でしょう。ただいまハリーフの国から使者が参られました。何、ハリーフからだと。これどうなされた。しっかりしなされ。あ、ハリーフの城が魔物に襲われましてございます。なんだと。な、何とぞハリーフを、ハリーフをお救いください。グフ。これしっかりなされよ。む、無念にござります。なんか回復でもかけてあげればいいと思うんですけどね。なんということだ。父上、姫様、その格好は。ハリーフのことを聞きました。ハリーフの城にいらっしゃる姉上のことが心配です。父上、お願いでございます。これよりハリーフに向かうことを何卒お許しください。うむ、ダメだと言ったところで諦めるクレアではあるまい。ムードの、遺跡の魔物どもを倒されたそなたの力を見込んで頼みがある。ハリーフの国までこのクレアを連れて行っていただけぬか。どうしましょうかね。いいえ、曲げてお願いする。ハリーフの国まで、このクレアを連れて行っていただけぬか。まあしょうがないですね。はい、誠にすまん。フラン、クレアを守ってやってくれ。あ、我が命に代えましても。フランにはラミさんがいるんですけどね。クレアが仲間になったと。ムードの、わがままな娘だがよろしくお願いする。まあ仕方ないですね。まあかなりジャジャ馬っぽい感じですけどね。くくりと鉄の盾と革の鎧、 HP422、 レベルが10。なるほど。ムードのクレア様のことをよろしくお願い申し上げます。はい。姫様、どうぞお元気で。そしたらまあちょっと話を聞いてまいりますか。この人は一緒か。まあ一応宿屋泊まりまして、テグリス様はラミ様のことをとても心配しておられます。しかしそのことを口に出されないのはそのこと以外の何かが心にかかっておられるのです。と。話は一緒かな。我らのような呪法師を束ね共に古代の遺跡を守るのが本来先生の務めです。しかし今は我々のような呪法師は遺跡の場所さえ知りません。長い時の流れが知らず知らず遺跡の場所を隠してしまったのです。まあでも結構わかりやすい場所にありましたけどね。
恥ずかしいことなのじゃが、我らの力では呪法典を守りきることができぬ。無殿、この呪法典はこのままあなた様がお持ちくだされ。あなた様は呪法典を守るため天より使わされたもの、そんな気がしてならないのじゃ。天より使わされたというか、時の使いとかいうのにね、この世界に飛ばされたんですけれど、大変大変大変だよ。人相の悪いハゲ親父がラニお姉ちゃんを抱えて北へ向かっていったんだよ。なるほど、人相の悪いハゲ親父、サムニバルのことかな。こっから下か。この話は一緒かな。ハリーフの国に行くためにはサラーサという小さな港町から海を渡らなければなりません。なるほど、次の目的地はサラーサの町ですね。ムードのクレア様は言葉遣いは男のようでも心優しい方でござります。姫のことをよろしくお願いいたします。クレア様、どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。割と男勝りな人ですからね、多分大丈夫でしょう。やっぱりクレア様は男装の方が素敵。この人は、城にシルクとおっしゃる女の剣士様がお泊まりになっていたことがあります。とても強い方でクレア姫様は随分憧れておいででしたよーと。これでまあ大体話も聞けたかな。姫様がお強いと言っても我が国に限ってのことです。他の国にはもっと強い剣士がたくさんいるに違いない。さっき聞いた噂だが、近くの海で海賊どもが暴れ回っているらしい。ほう、海のそばで暮らしている人たちは困っていることだろう。なるほど。そしたら今回は、まだ人がいた。ムードの姫のことをよろしくお願いいたしますと。今回も、このイルクバハルの城でね、セーブをして終了したいと思います。とりあえず1番かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。